頂上に着きました。ありがとう、ありがとう、おめでとう。冒険家の三浦雄一郎さんが23日午後0時15分頃、世界最高峰のエベレストの登頂に成功しました。2008年に76歳で成功したネパール人男性の記録を4歳更新し、史上最高齢記録の80歳での登頂となりました。頂上に着きました。ありがとう、ありがとう、おめでとう。現地から三浦さんの事務所に入った連絡によりますと、三浦さんは23日午前5時半ごろ、現地時間の午前2時15分ごろ、標高8500メートルに設けた最終キャンプを出発し、およそ7時間かけて頂上に到着しました。80歳と7ヶ月、多分親子同時2度目の登頂は、世界で初めてだと思います。80歳も世界最年長だとも思います。三浦さんは3月29日に日本を出発し、4月16日に標高5300メートルのベースキャンプに到着。5月16日に次男の豪太さんやシェルパラとベースキャンプを出発しました。ベースキャンプ出発後も体調は良く、およそ45度の氷の壁が続くローゼフェイスなどの難所も無事通過し、23日午後0時15分ごろ、現地時間の午前9時ごろ、標高8848メートルの山頂に到着しました。